はい、皆さんこんにちは。私は和歌山大学の米澤と申します。今回、なにわ国民祭り特設サイトというところで、愛着障害って何というお話をさせていただくことになりました。ぜひ、愛着という視点の大切さを皆さんと一緒に確かめる時間にしていただけたらありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では画面を使いながらお話をさせていただこうと思います。画面には愛着障害って何？愛着の視点からの視点、支援の大切さという形でタイトルを付けさせていただきました。実は私はこの愛着障害の数少ない専門家の一人を自負しながら支援をしてまいりました。世界的にもこの愛着障害の専門家は極めて少ないんです。まだ十分認識していただいていない部分もいろいろあるだろうと思いながら活動してまいりました。私はおぎゃーと生まれた赤ちゃんが大人になり、年老いて死んでいくまで、この障害発達の支援を愛着の視点から支援をしてきた専門家です。下に小さい字でいっぱい出てますけれども、実はこの愛着の問題は、子供であれ、大人であれ、最近いろんなところで攻撃的行動されるニュース、報道もあったり、身近で経験してくださっている方もおられるんではないでしょうか。愛着がきちんとできていないと、この攻撃っていう行動を抱えてしまいます。また、私は意欲の支援も長年やってきましたが、この愛着形成は意欲、そうです、やる気を育てる最大の要素になっています。また、愛着は人間関係の基盤ですので、この基盤ができていないと、なかなか人といい関係を結べない、いろんなトラブルを抱えてしんどくなっちゃう。こんな原因の一つも愛着の問題なんです。今日は皆さんと一緒に、この愛着っていう素敵な絆、この絆がなかなか結べていない問題を抱えている人への支援、ご一緒に考えていきましょう。もしお話で興味を持っていただきました方は、私が愛着障害について書かせていただいた現在5冊ございます。ぜひ読んでいただきたいんですが、一番のおすすめは右から2つ目、優しくわかる愛着障害。この本は大変ご好評いただいておりまして、どなたが読んでいただいても優しくわかりやすく、愛着障害とはどんな障害か、どんな支援で治していけるか書いてありますので、またよかったら見てやってください。さあ、今日はこんなお話から話を始めてみようと思います。今、世界的にもこの新型コロナウイルスが大流行していまして、私たちいろんな形で影響を受けていますよね。この流行と愛着の問題の関係についてちょっと考えてみましょう。ウイルスっていうのは目に見えません。この新型コロナウイルス、そこにいるかもしれない、あこにいるかもしれないけど見えないんだ。目に見えない恐ろしいものというものに対して私たちは不安というちょっと嫌な感情を抱えてしまいます。こんな時私たちはどんな心の処理をするんでしょうか。実はこんな人がコロナウイルス流行でもいっぱいおられます。目に見えないものはないんだ。どこかの大統領さんもおっしゃってましたけれども、そう思い込みたい。こんな心理が働きます。これ実はリスク認知、リスクコミュニケーションの世界で指摘されている大事な心の処理につながります。こんなウイルス大したことないわ。私がかかるはずないわ。
特に若い世代の人はなかなか、症状も出ないということで危機感をあまり感じにくいっていう現象も出ましたけれども、これって実は不安なものが出た時、ないものと思い込みたいっていう心の処理の一つです。私が住んでいます和歌山もそうですし、大阪もそうなんですが、近い将来南海トラフの大地震が起こってくるだろうと言われていますけど、そんな来るはずなんや、めったに来えへんで、こんなふうに思い込みたいのもこの正常化バイアス、悪化バイアスです。でもこの新型コロナウイルスは、例えば有名な方も亡くなられたり、身近で重症になられる方も目にされますと、私たちに特に自粛っていう要請があったとき、今だかつて経験したことのない生活変化を余儀なくされ、このことからの不安も溜まってきました。また自粛っていうことが要請されますと、ストレスを晴らす場も閉鎖されている。どこでこのやり場のない不安やストレス出せばいいんだ。こんな状態に大人も子供も追い込まれてしまわれた方がおられましたよね。もう自分が感じてしまった得体の知れない不安、ストレスはどこかにぶつけるしかない。こんな形で出さざるを得ないように追い込まれている方が、この新型コロナウイルスでもたくさん拝見しました。世に自粛警察と呼ばれる現象がいっぱい起こりましたよね。コロナで営業自粛ということが要請された頃、営業を自粛されるように言われているのに、営業しているかのように見えるお店をお見つけになって、営業したかやんと張り紙したり、注意したりしてくださった方。お盆に田舎に帰省してこられたら、東京から何しに帰ってきたんや、すぐ戻って、こんな風に注意してくださった方もおられたそうに見受けました。まあ、一見正しいとか言いましたけれども、まあその注意しても仕方がないかなと思える注意なんですが、すぐに気がつくのは、なぜあなたがその人にその注意をする資格があるの、権限があるの。実はこの自粛警察っていう理不尽な注意は、後で触れようと思っていますが、愛着障害の方によく見られる分かりやすい不安をぶつける特徴なんです。特に注意すれば人より上に立てる。だってなんか良くないことをしているかのように見える人に注意すると、必ず自分が上に立ったような気持ちになりますよね。こんなことを求めるのは、実はやり場のない行き場のない不安、ストレスを晴らそうとする愛着の問題の現れ方の一つなんですよ。これ、お家で起こったらどうなるでしょうか。親御さんもお子さんも、何か得体の知れない行き場のない不安、ストレスを抱えておられて、それ、お家では必ずと言っていいほどぶつけやすいものにそれをぶつけてしまわれます。自粛でお家に過ごす時間が多くなると、親御さん自身がちょっと嫌な気持ちをいっぱい溜めていると、以前ならお子さんのその行動気にならなかったのに、何したいのそれ、ちゃんとし、こんな風に子供を責めてしまわれる親御さん。そんな言われたら子供さん、何だのっていう風に反抗したくなりますよね。こんな行為は、これまた愛着障害でもよく起こる感情の紛らわせ行動。嫌な気持ちをどこかにぶつけて何とかしたいっていう行動でもあり、先ほど申し上げた自己効用でもあるんです。しかし、私はいつも発達支援でこの合言葉に気づいていただくようお願いしてきました。ピンチはチャンス、チャンスはピンチ。お家の中でこんな不安、ストレスを誰かにぶつけてトラブルが起こるピンチかもしれませんが、実はそのチャンスを一緒に改めてそこでコロナっ
っていう不安と親子で家族でどんなふうに向き合い一緒に対策していこうか。これ実は不安なものに対処する気持ちって愛着っていう絆の大事な働きなんですけれども、それをするチャンスでもあった。あとでも少し申し上げると思いますが、実は子育ての中でこの愛着っていう絆を結ぶチャンスは結べないピンチにもなる。こんなことを意識して、愛着の視点気づいてくださるかなと思ってこんな話をしてみました。ついでに、じゃあどんな対応が必要だったのかということを指摘してみましょうか。これは超ローカルなお話で恐縮ですが、このコロナ禍で子どもがいろんな不安や、マイナスの感情を持ってしまうとき、親として教師としてどんな支援が必要かということを、和歌山だけでしか見ることができないテレビ局ですが、テレビ和歌山の番組の中で解説させていただきました。そこで私が申し上げた支援のポイントはこんなポイントでした。怖がってたらあかんよ。怖がらんでもええねんで。と、ネガティブな感情を意識しないようにしたとしても、絶対その気持ちはなくなりません。よく専門家の方がおっしゃるんです。嫌な気持ち全部共感して聞いてあげれば、傾聴すれば、うまくいくよ。実はこれ間違いです。特に愛着の問題を抱えている方への対応として、嫌な気持ちを何とかしようとしては、お互いうまくいけなくなる。ちょっとそれ置いとくんです。待てよ。この子と今までいい気持ちになったのはどんな時だったっけ？実は当たり前のように日々やっていること、ちょっとずついい気持ちをもたらしていたんですよ。例えば挨拶。挨拶ってなぜするか？それは挨拶しなければ、私がそこにいても、私がいてることに気づかないふりをしているんだな。そんな風に相手に受け止められることをお互い嫌な気持ちですよね。でも、挨拶すれば、あ、私のことに気づいてくれた。私もあなたのこと気づいてますよ。いつもしているこの当たり前のことって必ずちょっといい気持ちを出しているんです。実は愛着障害の支援でもよくやるんですが、一緒に同じ活動をする。例えば朝起きてから、いつも一緒にご飯を食べている。この当たり前のことでも、ちょっとずついい気持ちを感じていました。そこで、一緒にご飯食べると美味しいね。一緒にあんたとなんかやったら楽しいわ。こんなことを確認するだけで嫌な気持ちが、ふっとどっか行っちゃうんでしょ。それでも、なかなか嫌な気持ちから逃れられないときは、いつもとちょっと違う楽しいことをすることをお勧めしています。実はこんな時、大人でも子供でも、大人なら、例えば、めっちゃスッとすることをして、ストレス解消しよう。子供さんだったら、遊園地とかなんかに行って、わーっとはしゃいで解消しよう。こんな風な作戦を立てられる方もいるんですが、これって、いきなり一瞬強いポジティブな感情を感じますと。それがなくなったら、逆に余計ショックを受ける。そうじゃなくて、ちょっと楽しいことを一緒にやる。この二つに共通しているのは、あなたと一緒なら楽しいね。いつも一緒にやってるとお互い一緒って、当たり前のことやけど大事なことやって気ぃつくね。これが、愛着の絆なんですよ。とイントロでこのコロナ禍の話をさせていただいて、愛着ってどんなものなのか少しイメージしていただけたのではないでしょうか。私はもう10年ぐらい前からでしょうか、愛着障害のお子さんが今後必ず増えますよという嫌な予言をさせていただいて、現状残念ですが、この予言が当たってしまっております。
実は今も訴え続けています。3年後、あと10年後、もっと愛着障害のお子さんがいるだろう。ところが、ここに書きましたように、一番下のよう、愛着障害について誤解している人がいっぱいいます。いや、専門家の中にもたくさんおられるんですよ。実は、愛着障害に対する誤解をしていますと、いい支援行動される方が、かえって浮いてしまう。愛着の問題を正しく捉えられないと、誰かのせいにして事態を避け、こんがらがせてしまう。こんな例にたくさん出会ってきました。そこで、私は愛着や愛着障害に対する誤解に気づいていただきたいなと思って、先ほどご紹介した優しくわかる愛着障害、あるいは一番右にありました愛情の器モデルに基づく愛着修復プログラム、この本の中でちょっとしたクイズをご提供して気づいていただいてまいりました。今日はその一部をご紹介してみようと思いますので、ちょっと皆さんクイズにチャレンジしてやってください。私が作ったクイズは題して親子関係嘘本当クイズっていうクイズなんです。嘘本当クイズですから、これから出します文章が正しいと思われたら丸、間違ってるよと思われたら×、心の中でいいですのでつけていただけたらありがたいです。第一問はこんなクイズです。落ち着きないお子さんには動き回ってはいけませんと、その都度叱るといいでしょうか。落ち着いてくれるでしょうか。いいよと思われたら、間違ってるよと思われたら、×つけてやってください。第2問です。人間関係に問題を抱えるお子さんは、できるだけ早く集団に入れて慣れさせてあげた方がいいでしょうか。いいよと思われたら、括弧に丸。間違ってるよと思われたら、括弧に×書いてください。第3問です。お子さんの非行化と関係あるのは、お母さんの就労率、家族構成である。どういうことか。お母さんが働いておられると、お子さんは非行に走りやすいっていうのは本当でしょうか。ご両親が揃っておられない一人親のご家庭のお子さんは非行に走りやすいでしょうか。4番です。お母さんが子供と一緒にいる時間が長いほど子供にはいい影響を与える。これは本当でしょうか。私が作りましたこのクイズ、実は本当は12問あるんですが、一部割愛させていただいてますので、5番から8番のクイズを割愛し、9番のクイズをご紹介します。お母さんの育児不安は、お父さんの子育て参加程度と関係がある。どういうことか。お父さんが子育てに参加されている、しっかり関わっておられると、お母さんは育児不安になりにくい。逆にお父さんが子育てに参加されないと、お母さんは育児不安になりやすい。これは本当でしょうか。10番です。子どもの社会的発達、探索心、いろんな人と関係を結んでいく、いろんなものを見つけ、興味を持つ。こういうことに影響を与えるのは父親の方である。これは正しいでしょうか。11番。生後1歳6ヶ月くらいまでの育てられ方の影響は非常に強くて、大きくなってからそれを取り返すことはできない。これは本当でしょうか。最後です。12番。親御さんは、ご自身がご自身の親に育てられたようにしか子供を育てられない。これは本当でしょうか。というクイズなんです。丸×つけていただいたでしょうか。もう皆さんお分かりですよね。クイズを作った私の趣旨。このクイズの答え合わせは一気に終わります。そうです。すべて×が正解。全部間違ってますよね。
どこが間違っているか、ちょっとご一緒に確認してみましょう。落ち着きないお子さんに対して親御さんが先生が関わってくださる方が走り回っちゃダメと叱ってくださったら、どの子もはいと落ち着いてくれるんでしたら、皆さんきっとお困りにならないと思います。私もご相談に預かりません。実は愛着障害の研究をしていますと、大事な特徴に気がつきます。今まで愛着障害の業界では愛着障害に2つのタイプがあると言われてきたんですが、私は第3のタイプの存在を主張して多くの方の賛同をいただきつつありますが、この3つある愛着障害のタイプ、愛着障害のお子さんって叱るとあんまりいいことが起こらないんですが、タイプによってその良くないことの起こり方が違うんです。ちょっとご紹介しておきましょうか。第一タイプの愛着障害のお子さんを叱りますと、叱ってくださる方、皆さんご期待されるのは、叱れば今起こっている落ち着きない行動を減らせるだろう、なくなるだろうと思って期待して叱ってくださるんですが、実は第一タイプの愛着障害のお子さん、叱れば叱るほど、この落ち着きない行動が逆に増えちゃいます。なくならないとしますよ。増えてしまうんです。何も落ち着きない行動だけではありません。誰かを叩いているのを見かけになって、叩いたらあかんでと叱ってくださったら、余計その叩く行動が増えてしまう。これが第一タイプの特徴です。これは絶対しておいていただいた方がいいですよね。第二タイプ。数的には極めて少ないんですが、第二タイプの愛着障害のお子さんを叱るともっと大変なことが起きます。叱られると、叱った人との関係を長期に遮断する。例えば私がいただいたご相談ですが、お母さんはお子さんが中学校2年生の時にあることで叱ってしまいました。そしたら、2年間、一切お母さんと口を聞かなかった。学校の先生が6月に、担任のお子さんを、叱ってくださいました。そしたら数ヶ月にわたって一切お話をしてくださらなくなった。これが第二タイプの特徴なんです。これはもっとこのことを踏まえて叱るという対応とは違う対応が必要になるタイプですよね。私が今一番ご相談に扱うことが多いのは第3タイプのご相談です。この子たちいろんな現れ方をしますが、一番ご相談に扱うことが多いのは、叱ると突然大暴れを始めてしまう。もう泣き叫ぶ、わめく、物投げる、自産だ、踏む。非常に激しい攻撃行動をされて、親御さん、先生方、関わってくださる方、一人ではもう抑えきれず、数人がかりでやっとこさをさえ、こんな風にご相談してくださる特徴をお持ちなんです。2番目のクイズはどこが間違っているんでしょうか。これ、愛着に対する大事なポイントなんですよ。よくね、親御さんね、こんなそこを相談してくださるんです。なかなかこの子人間関係作るの難しいんよ。まあ、要するに親子関係なかなかうまくいかないんですね。私が大人やからこの子と人間関係結ぶの難しいと思うね。同じ年齢の子供がいっぱいいてるところ、集団に入れてあげた方がきっといい人間関係作るチャンスになると思うんやけど、どうやろうか。こんなご相談です。お子さんが小さければ保育所、保育園に早く入れてあげよう。学校に不年齢になっておられても別の集団、放課後のサークルやクラブ活動、そういうところに入れた方がいい人間関係ができるんじゃないか。こんな風に思ってくださるんです。ちょっと待ってくださいね。私はいつも意識をしていただきます。実は人間関係は最初は1対1。2人で作っていかないといけない対応なんです。関係なんです。これが愛着形成です。この愛着の基盤ができないまま、良かれと思って集団に入れてくださいますと、
たちまちいい関係がいろんなことできてる、いくんではなくて、どのことも様々なトラブル、人間関係の問題が起こりやすい。これが愛着の視点から見た集団支援の大事なポイントなんです。3番と4番は対になっているクイズです。お母さんが働いていたらお子さんが非行になりやすい。一人親のご家庭はお子さんが非行になりやすい。これは全く間違った偏見、誤解でしかありません。どこが間違っているのか。お母さんが働いているご両親が揃っていないっていうのは物理的な環境です。子供の発達心に物理的な環境が直接影響を与えるということは絶対にありません。影響を与えているのは心理的な環境の方なんです。このことに気づいていただくために4番のクイズを作ったんです。お母さんが子供と一緒にいる時間は長い方がいい。こう思っておられる方がたくさんいます。間違いです。例えばこんなご相談もよくあります。子供と一緒にいる時間を取ろうと思ってくださった親御さんがお仕事を辞めて育児に専念してくださいました。でもお母さんとしてはやっぱり仕事をしたかったという気持ちもあるんです。育児って大変ですよね。子供が言う通りしてくれない。イラッときてつい子供と一緒にいると子供に当たってしまうよ。こんなはずじゃなかったのに。こんなふうにご相談してくださいます。子供の側から言っても、実は親御さんが一緒にいてくれないと感じるときより、お母さん一緒にいてくれるのに、いてくれてるのに、気持ちこっち向いてくれてないと思う方がもっとショックなんですよ。実は愛着障害の特徴の一つとして私が見つけてまいりましたのは、その愛着形成をしようとしているもの、人同士の感受性の問題です。例えばその相手が親御さんだとしましょう。親御さんはお子さんがいろんな要求、訴えをしてくださっているのに気づいてくださらない。逆に。親御さんは一生懸命関わってくださっているのに、お子さんがそれを受け止め損なわれる。気づかない。こんな感受性の問題を持っているとき、愛着の問題につながりやすいんですね。次、9番のクイズはお母さんの育児不安の問題でした。お母さんが育児不安になるかならないかは、お父さんが子育てしているかどうかとは関係ありません。実はお母さんの気持ちと関係しているんです。お父さんがめっちゃ子育てに参加されていましても、お母さんの気持ち受け止めとしては、こっちのお父さんあかん、もっとやってほしいの、全然やってくれへんわ。こんな風に思ってしまわれるお母さんは育児不安になってしまいます。お父さん全然子育てに参加されていないのに、お母さんの気持ちを受け止めとしては、ねえ、うちのお父ちゃん帰ってきたら一言声かけてくれる。あれでええねんと思えるお母さんは育児不安にならないんですよ。残り3つはまた後で触れますので割愛しまして、このクイズの結論はこれです。愛着形成にとって大事なのは関わり方ではありません。心の支援は何をしたかでその成果が問われるのではなくて、その関わり、お子さんに相手の人にどう受け止められたかで評価される。愛着の問題は愛情をかけていない問題ではなく、お子さんが愛情を感じられていないかもしれない問題ですよ、と後でまとめますが、そこにつながるクイズでした。さあ、こんなクイズを経験していただいて、改めて愛着とは何か、愛着障害とは何か、お話ししていきましょう。まずお伝えしたいのは、そもそも愛着とは何かという定義のお話からです。これは愛着障害を理解するにも、愛着障害とはこの愛着、英語で言うアタッチメントができていない状態だ。何ができていないのかご理解いただく必要があるからです。
今、多くの愛着の専門家で一応共通理解されている愛着の定義はこうです。特定の人と結ぶ情緒的な心の絆を愛着と呼ぶ。大事なポイント。逆の言い方をすると誤解しやすいポイントがそれぞれにありますので、横に書いた投げかけ、注目してください。愛着って誰と結ぶ関係を指しているのか。特定の人だ。親子とは限らないんだ。二つ目、この絆、何で結ばれる絆なのか。感情、気持ち、情緒で結ばれる絆を愛着という。想像しておいてください。気持ちで人と結ばれようとしたら何が必要ですか？結ばれる人同士、お互いの気持ち分かり合えないと絆結ぶの難しいだろうな。想像していただけますよね。三つ目です。絆ができていない状態を愛着障害というわけですが、それができていないとき、その原因はどこにあるんでしょうか。絆ができていない理由は、一方の人だけにしか原因がないんでしょうか。こんなはずありませんよね。こんなことをちょっと思い浮かべながら、こんな話を聞いていただけたらと思います。私、今までいろんな方に出会ってきましたが、専門家も含めて、愛着障害について誤解している人がたくさんいます。どんな誤解があったか。先ほどご紹介した優しくわかる愛着障害って本の中では6つ指摘しているんですが、ここでは大事な4つだけご紹介しましょう。この1つ目の誤解は、私自身もしていた誤解でした。私が初めて愛着障害のお子さんに出会いましたのは、今から31年前。和歌山大学に赴任してすぐに、和歌山県の児童相談所のご依頼をいただいて、和歌山県の児童養護施設の調査に入った時でした。当時は愛着障害っていう概念そのものがなかったんです。当時ありましたもんね。ホスピタリズムっていう概念でした。ご存知の方おられますでしょうか。親の養育を受けることができず、施設、病院で育つお子さんだけがなる障害。こんな捉え方だったんです。だから私も勘違いをしてしまいました。この特徴は、施設で育つお子さんに特有の症状だ。何も愛着障害は、施設で育つお子さんだけがなる障害ではないことは、現状、お家で虐待っていう問題を抱えるお子さんがいっぱい愛着障害になることで証明してしまいました。虐待の専門家増えてまいりましたが、愛着障害の専門家である私から見ましたら、この方たちが誤解を振りまいておられるように見えちゃいます。虐待するから愛着障害になるんや。愛着障害になってるってことはお家で虐待されてるんや。虐待の概念もお広げになって、マルトリートメント。不適切な関わりしてるから愛着障害になるんや。と決めつけてしまいます。間違いです。私は誰よりも愛着障害の方に出会い支援をしてきた自負がありますが、私が出会ってきたたくさんの人たち、何も虐待を受けたから、施設で育ったからだけで愛着障害にはなっておられませんでした。愛着障害は誰にでも起こり得る障害なんだ。特別して滅多に起こらない障害だとか、虐待等のトラウマがあるときだけ起こる障害だとか、そういう捉え方をするのは間違いである。子ども、大人含めて、その人が抱えてしまう多くの問題の根っこが愛着だ。こんなことを訴えてきたわけです。ぜひ特別視しないでやっていただきたい。これが私からのお願いです。絆の原因を、その絆を作ろうとしている一方の人、
すなわち親御さんにだけ求めてしまわれる方がおられます。全くの間違いです。実は発達障害のお子さんと愛着障害のお子さんってパッと見たとき、よく似た行動をされて見分けが難しいんです。私、現場に足を運びます理由は、その見分けをするポイントが現場にあるからなんですが、発達障害は皆さんご存知のように、お子さんが生まれつき持って生まれてこられる脳機能障害です。子供さんにだけ原因があります。きっとその裏返しで、愛着障害は親に責任があるんやと決めつけてしまわれるんでしょうが、間違いです。私は愛着障害は関係性の障害であるという大事なポイントを訴えてまいりました。でこんなご相談を親御さんからいただくんですよ。お母さんは上のお子さんにも下のお子さんにも同じように接してこられたおつもりです。全く同じように接することはできませんが、お母さんは決して攻撃したり、好き嫌いで対応を変えたりしておられない。ところが、同じ対応をしているのに、上のお子さんではばっかり愛着障害の症状が出る。下のお子さんでは出ない。その逆。みたいな例にたくさん出会うんです。どうしてでしょう。それは、このお母さんの関わりが、上のお子さんの特徴特性と合わない。相性が悪いんですね。そしたら、愛着の問題がいっぱい出る。でも、下のお子さんとは、その同じ関わり、相性がいい。特徴特性と合うんですね。そしたら問題が出ない。こんな風に関係性の障害。関係性って一方の人の関わりだけでは決まらない。その関わりを受けた相手の人の受け止めとの関係で決まる。ですから、今私が愛着障害が増えている原因の一つとして指摘していますのがこれなんです。おうちに刺激が多すぎる問題。若い年代の方、何のことかお気づきいただけますでしょうか。私、年齢ばらしちゃいますとね、今58歳です。私より年齢上の世代はラッキーやったんです。そう、私、今でも覚えてますけどね、我が家にカラーテレビ、この言い方が大体古臭いですけども、色付きのテレビがやってきましたのは、私が小学校5年生の時でした。ということは、ちっちゃい頃、魅力的な刺激を放つ装置、メディア、なんもなかったんです。そうすると、ここに親刺激と書きましたが、相対的に結果的に、人との関わりの刺激が一番インパクトがあった、強かった。愛着形成しやすかったんです。ところが、今うちにはテレビどころか、ゲームとか、いっぱい魅力的な刺激を発するメディア装置がわんさかありますよね。わ、これおもろいわ、と注目していたら、あれ、お母ちゃんいた？お父ちゃんいたっけ？こんな状態になってしまうピンチが起こりやすいんですね。だから、増えてきている。ちょっと愛着についてお勉強してくださった方が不安そうに私に聞いてくださいます。愛着形成って、子供が大きくなったらもう無理だよ。中学生になってるこの子、もう手遅れやな。これは私たちの業界の先輩たちが振りまいた大嘘です。私も学生時代学びました。愛着形成には臨界期がある。だいたい生後1歳6ヶ月だ。この時期を過ぎると、もう愛着の絆は結べません。こんな嘘がまかり通ったんです。想像してやってください。愛着の問題を見つけると、それお母さんのせいですよ、親が責められます。お子さん5歳あ、もう臨界期過ぎてるわ、もう手遅れ無理です。のこと言われて、嫌な気持ちにならない人いませんよね。だから愛着障害、愛着の問題はタブー視された。私が証明してきました。愛着障害に臨界期なんかない。お子さんが大きくなると心が鈍感になってしまう、なんていうふうにおっしゃる方がいるが、それは間違いである。愛着障害はいつでもどんな年齢になっても治すことができる。
愛着の絆はどんな年齢でも結ぶことができる。これ、大事な私が証明してきたポイントです。心が鈍感になっていないという証拠に、実は愛着障害の方ほどここに書きましたが、めっちゃ敏感で傷つきやすい心をお持ちです。でも、そのままで過ごしていましたから、毎日傷つきまくって大変ですから、その心を守る分厚い鎧を心に着ておられる。壁立てて守っておられる。この壁越し、鎧越しに見たら、心が硬くなっているように見えるだけだ。心そのものの変化ではありませんから、その壁いらんな。鎧なんか着んでもええわ。こんなふうに思ってくださったらいつでも取り戻せるんです。誰が取り戻すか。もう伝わってますよね。これは親の専売特許ではありません。もちろん私、親御さんにもう一度頑張るよと、関わってくださる時の手助けもしてまいりましたが、実は愛着形成は誰とでも結ぶことができる絆だったんだ。このことに気づいていただくと、大事な支援のポイントが見えてくるんです。親以外の人が愛着障害を治せる。保育所、幼稚園、学校の先生、地域の人、社会に出てからも、その仕事場の人、こういう人たちが特定の人になれるんだ。このお話をしたとき、尻込みされる方がおられます。だって、お家にお父ちゃん、お母ちゃんいてるでしょ？親でもない私がそんな絆結んでしまったら、親子関係悪ならんと違う。これも誤解です。愛着って生涯一人の人とだけ結ぶ絆ではありません。後で振り返っていただこうと思ってるんですが、生涯何人もの人と結ぶ素敵な絆が愛着です。誰か一番結びやすい人が結んであげたら、むしろ親子関係も後から良くなる。これが私が確認してきた大事な特徴なんです。先ほどのクイズに、子育ての素材感伝達とも言うべき言名がありました。実は私自身も親御さんから直接そんな風に伺ったり、そう見える現象にたくさん出会ってはきましたが、実はそれはお母さんがお父さんが子育てされるとき、周りの人が、地域が、いろんな人がいい支援をしないとそうなりやすいだけで、私自身子育て支援の活動も長年やってまいりましたけれども、実はこのクイズは本当のように見えて嘘である。親御さんは子育てをチャンスに変わることが必ずできるんだ。これも訴えてきた大事なポイントです。まとめのスライドを、こんな風にまとめてみました。愛着形成って何が大事、なぜ大事なのか。そのことにさらに納得していただくためには、先ほど申し上げた特定の人と結ぶ情緒的な絆の正体。何をすれば絆ができるのか。どこができていないので絆にならないのか。これを確認していただいたらもう万全ですよね。私は長年の研究、この愛着の絆の正体を突き止めることに全精力を注いできました。そして今、絆の正体を突き止めた。思っていますから、愛着障害必ず治せると断言させていただいているんです。また、愛着形成は、その人がしっかり心が大人になる。精神的に自立するためにもとっても大事な働きをします。この絆の正体を確かめることで、精神的自立とは何なのかを確認してみましょう。絆の正体として、今まで全ての愛着の専門家で言われてきましたのは、安全基地の存在です。ちょうど、先ほど冒頭で申し上げたコロナ禍、この目に見えないもの、不安、こんな時、誰かがこの嫌な気持ちから大丈夫やで、と守ってくれる働きが
安全基地なんです。下に小さい字でちょこっと出てますが、この安全基地っていう考え方を最初に提唱したのがボールビーというイギリスの精神科医さん。安全基地という名前を付けたのがエインズワースという人でした。だから愛食の専門家なら皆さん安全基地が大事だとおっしゃいます。しかし私現場に行きまして、もちろんこの安全基地ってこういうネガティブな感情から守るっていう意味で大事な活動をし、愛着障害の症状に現れるんですが、それだけで説明できない行動をいっぱいされることに気づいてきました。ここからが私のオリジナルです。愛着の絆を作ろうとしたら、安全基地だけでは作れない。この基地が必要だと訴えてきました。安心基地。安全安心ってよくひっつけて言われて、混同されているんですが、人によって安心っていう心の意味違ったりしますが、私は安心基地に込めた意味はこんな意味です。その人と一緒にいると、いい気持ち、ポジティブな感情を作ってくれる存在。ちょっと皆さんもこの安心基地いっぱいお持ちだと思いますから、振り返ってやってください。こんな人です。この人と一緒にいたらめっちゃ落ち着くな。なんかほっとするよ。この人と一緒にいるといつもいい気持ちになって居心地いいねん。ちょっと悲しくなってくるんやで。ほら、皆さんのご家族、お友達、仕事の同僚、近所の人、いっぱいこの安心基地お持ちでしょ。実は愛着障害のお子さんは誰と一緒にいてもこのいい気持ちが確実に生じるっていう安心感ができていないんです。だって人間っておぎゃーと生まれた赤ちゃんの時からこのネガティブな感情、嫌な気持ちの時赤ちゃん泣きますでしょ。いい気持ち、ポジティブな気持ちになったらニコニコしましょうね。初めから持っているこの二つの感情、人とつながるときに、他の愛着の専門家が言うように、安全基地でだけしかつながらないんだったら不完全だと思いませんか？いい気持ちと嫌な気持ち、両方でつながって初めて絆となる。私が訴えている、すごく真っ当なことだろうと思うんです。そして、この二つの基地の上に、これができると自立の基盤ができたことになります。探索基地。探索基地の大事な特徴は、基地から離れて戻ってきたとき、戻ってこないといけないんですけども、戻ってきたとき、報告してくださる。例えばお子さんが学校に出かけて行って、一人で親御さんから離れて行動しました。いろんな人と関わりました。そのことを親御さんに何も報告してくださらなかったら、もしかしたらこの探索基地ができていないかもしれません。探索基地が働いていると、絆ができていますから、そこから離れていっても必ず戻ってきて、こんなしたよ、これ楽しかったよ、こんな嫌なことあったん、こんな風に報告すれば、この基地と繋がっていることを必ず確認できますでしょ。そして、報告した側から言うと、この探索基地はとっても素敵な働きをしてくれるんです。例えば学校で先生にあることをして褒められました。嬉しくなったこの子はお家に帰ってお母さんに報告します。お母ちゃん、先生にこんなんして褒められたんよ。嬉しかった。そうするとね、何が起こるか。一人で嬉しいと思った時より、お母ちゃんに報告して、それよかったやん、嬉しかったやん。こんな風に気づいてくださった。後の方が、ポジティブな感情、嬉しい気持ちが余計増す、増える。こんな特徴が出るんです。想像してやってください。この子、次の日、嬉しい気持ちが倍増してますから、昨日の日以上に学校でめっちゃ頑張りますよね。そうです。やる気。意欲を育んでいる最大の要素がこの探索基地、愛着形成です。
女子は下は3歳児さんから、上は大学生まで、さまざまな年齢のお子さんの意欲の研究もしてきました。実は人が意欲を一番感じるのは、誰かに自分のしたことを、それよかったやん、頑張ったやん、すごいな、認めてもらったとき、一番意欲が高まることを発見したんです。探索基地の報告ってまさにこの活動でしょ。だから愛着形成は意欲を育むと言ってるんです。逆に、この意欲を育てていないのに、いくら学力向上の支援をしたり、お仕事のマニュアルとしての仕事修復の、習得の支援をしてくださっても、なかなかやる気が出なくて成果が出ない。こんなことが起こりやすいのも愛着の問題の表れ方です。ネガティブな感情を報告すると、それをなくしてくれる。この探索基地があれば、一人で嫌なことを経験しても大丈夫、立ち直って、また頑張っていきますよね。この機能がないとどうなるでしょうか。想像してやってください。こうなっちゃいます。嫌な気持ちいっぱい抱えて、もう心の中、嫌な気持ちだらけです。そしたら出会う人、出会う人に、ああどうしたやるんか、こんな風に攻撃的行動をしてみたい、物を壊してみたい、こんな分かりやすい外に現れた攻撃行動をされてしまいます。以前よくこの攻撃性が発達障害から来ていると誤解している人がいました。これはようやく発達障害の業界でそうじゃないということも認められました。今こんな言われ方をしています。発達障害のお子さんに合わない対応をいっぱいした結果、二次障害として攻撃性を獲得する。そうです。二次障害の一番の大きな要因が愛着障害なんです。愛着障害こそが攻撃的行動の最大の原因だ。こんなところで例に挙げない方がいいのかもしれませんが、今、煽り運転というのが、注目されて、罰則も強まりました。あの大人の行動ってまさにこの攻撃性なんですよ。人を攻撃するっていうのは外に出してる攻撃ですよね。これ、内に自分を攻撃することもあります。そうすると大人でもよく起こるのが、鬱、抑鬱っていう状態です。強い嫌な経験をするとそれを引きずるっていうトラウマ障害もそれに当たります。安全安心探索基地がなかったら、何か居心地のいい場所はないかなと何かを探してそれに依存しちゃいます。子どもさんの依存症で言えばよくご相談いただくのがゲーム依存、大人でしたらアルコール依存、ギャンブル依存、薬物依存、こんな依存症アディクションの背景に必ずと言っていいほど愛着の問題があるんでしょう。私、被災支援の専門家でもあるんですが、災害から数年経って、多くの人が立ち直り、日常を取り戻してくださった頃に、余計しんどくなる方の被災支援の専門家です。と、これ実は愛着の問題が唯一に現れている心の問題なんですね。こんな風に、愛着形成は感情機能の発達の基盤になっている。このことを意識していただくと、愛着の支援大事やなというふうに感じていただくのではないでしょうか。これは今申し上げたことのまとめですので、こんなふうに言い続けていただけたらありがたいと思って活動してまいりました。先ほどちょこっと申し上げました、愛着の問題と発達障害の見極め方っていう話も、しましたので、ちょっとだけ触れておきましょう。よく混同されますのは、ADHD という発達障害と、ASD という発達障害と、愛着障害の混同です。愛着障害は英語の略称では AD と表現します。どんな行動で誤解が生じているかと言いますと、こんな特徴なんです。
多動、落ち着きなく動き回る。実はこれ、愛着障害の特徴の一つなんですよ。ご存知だったでしょうか。ところが、大抵の人は専門家も含めて、多動なお子さんを見かけになると、愛着障害ではなくて、戻りますね。日本語名、注意欠如多動性障害。多動っていう名称が直接障害特性名に入ってますでしょ。多動な方をお見かけになると、みんな ADHD にしてしまうという間違いを指摘することができるんです。私が現場に足を運びます理由は、その現れ方がそれぞれの特性で違うからです。ADHD の方は、行動の問題として多動ですから、どこにいても、何していても、どんな気持ちになっても、それとは関係なく、行動の問題として、いつも多動なんで、多動性障害と呼ばれているんです。ということは、同じ多動という特徴を持ちながら、いつも多動ではない人がいます。ASD、自閉症スペクトラム障害のお子さんも多動で、という特徴を持たれます。この原因は、居場所感という認知が影響しています。ここにいてええやな、これやってたらええやな、っていう居場所感があるとき、自閉のお子さんはめっちゃ落ちてきます。多動のピンチは、この居場所感をいきなり奪われたときです。急な予定変更とかされますと、自閉のお子さん、よく落ち着きがなくなったり、多動になりますよね。これが特徴です。愛着障害の特徴は、ムラのあるだと。多動を起こしている原因が感情だからです。ほら、一日中同じ気持ちでいている人なんかどこにもいませんよね。移り変わりやすい感情、ムラのある感情の影響を受けて、めっちゃ嫌な気持ちいっぱい溜まってると、ぶわー走ります。嬉しい気持ちも興奮状態でマックスあると、やっぱり落ち着けずに走ります。程よいいい気持ちがあるときには、好きなことをやってるとき、めっちゃ落ち着いてる。こんな特徴で見つけることができるんですよ。まあ他にも片付けの問題として見つける方法もあるんですが、まあ今日は詳しくお話ししません。あと、実際のお子さんの様子で、様々な行動に現れやすいってことも私が見つけてきた特徴の一つです。いろんなものを触ったり、それを口に入れたり、あるいは床に寝転んだり、這い回ったり、高いところに登って危ないことをしたり、物を投げちゃったり、こんな特徴は安心を求めて嫌な気持ちを紛らわせようとして起こしているんだ。その原因に関わってくださる方が気づいていただいたら、なんでこんなことしてんのよっていうふうにすぐ叱るんじゃなくて、違う方法が見えてきますよね。特に皆さんに愛着障害の特徴として、ぜひ知っておいていただきたい特徴が、愛着障害の三大特徴です。一つ目は、愛情欲求行動と呼ばれている行動を確認することができます。愛情欲求行動とは、こんな行動からなっています。関わってくださる方に、こっち向いて、構って、注目されたいアピール行動。わざわざ自分で事件を起こし、その被害者を装ってくださることもあります。試し行動。初めて出会った方、どんな人か不安ですから。一通りいろんなことをして、これしたらどんな反応返ってくるかな。こんなことを試してくださるんです。ここ大事なポイントがありましてね。試した結果、あ、この人めっちゃ怖いわ。と思ったら、その怖く感じる人の前でだけ、悪いことを我慢する。我慢しましたから嫌な気持ちどっかで出したくなりましょうね。あ、この人優しいわ。大丈夫や。と思った人の前でばっかり出しちゃう。お家のお父さんがめっちゃ怖いとお父ちゃんの前ではめっちゃいい子じゃん。お母さんが優しいとそこで大暴れ。学校でも優しい先生の前で大暴れ。こんなことがよく起こるのが試し行動の特徴です。一番大事なのは、この愛情欲求に、優しい人ほど
答えてしまいます。これして、してあげるな。普通、それはしてあげたらこの子を満足してくれるだろうと思ってしてくださるんですが、愛着障害の特徴です。要求に応えれば応えるほどエスカレートしちゃう。こんな特徴があるのが愛着障害の特徴なんです。ぜひ知っておいてください。自分が要求したことを認めてもらっても、自分だけで嬉しい、満足したという気持ちには至れない。これが愛着障害の特徴です。二つ目の愛着障害の三大特徴は、自己防衛という特徴を挙げることができます。これは大人の愛着障害でもよく見られる特徴です。何か良くないことをしたことを人に見られたとき、目撃者がいるなら愛着障害でなければもう観念して私やりましたと認めてくださいますよね。ところが愛着障害の特徴です。私はやってない。私が悪いんじゃない。そっちの方が悪いでしょ。こっち、そんな風におっしゃるのが自己防衛。そうです。これがさっき私が申し上げた。傷つきやすい、ピュアな心を守るために、心に着ておられる鎧、前に立てた壁なんです。真面目な人ほど、自分がやった、自分にも責任があることを認めさせてあげなあかん。こんな風に思われて、この壁、鎧を正面突破されようとしてしまいます。大変なことが起きます。やったでしょう。言いなさい。こんな風に追い詰められたお子さん、大人でもあるんですが、乖離という状態に追い込まれてしまいます。乖離とは、その良くないことをした、自分に責任があることをしちゃった記憶が飛ぶ。記憶なくしてしまえば、絶対やりました、私が悪かった、認める必要なくなりますよね。でも、あった記憶を追い詰めることでなくさせたってことは、明らかにその人の心に大きな傷を作っちゃいましたよね。あえてこんな言い方をします。そこまで追い詰められなかった方は反撃されちゃいます。やってない言うたやろ。対親暴力、教師暴力が出ちゃうんだ。誰も私のことなんか守ってくれないと思ってるからこんな特徴が出るんだ。このことを意識する必要があるんですね。三大特徴、最後です。自己評価が低い。これ、わかりやすい愛着障害の特徴なんです。二通りの現れ方をします。一つ目はこれです。自己否定。だろうや、頑張ろう。やってみよう。できるで。いくら周りの人が誘ってくださっても、無理。どうせできるもんやらん。こんな風におっしゃいます。まさにここに書きましたように、今までできたっていう成功体験がないと思ってしまわれているので、どうせできやんもん、無理とおっしゃるんですね。こっちは分かりやすい方です。実はこんな現れ方をする人もいるんです。自己雇用。さっきコロナ期の自粛警察で取り上げた現象です。自己否定と自己雇用の違いは、どちらも自己評価低いんですが、自己否定の方は自己評価低いことをご自身で認めておられます。自己雇用の方は、その低い自己評価認めたくないんです。どこかで無理やり自分がそれほど自己評価低くないということを意識して上げたくなります。これが雇用です。特に人間関係、対人行動の中では、誰かより上に立って自分の低い自己評価を上げたい。さっき、自粛警察で注意指摘するって話しましたよね。学校でも、保育所幼稚園施設でも、この行動はいっぱい起こってます。自分の行動をさておいて人を注意する、指摘する。喉を上げちゃう行動もそうですよ。実はいじめの背景もそうなんです。いじめって、自分が人を困らせる、いじめて困らせるということができちゃいましたよね。明らかに低い自己評価を優位性上げることができたんですよ。今、もうちょっとヘルプにも似たご相談をいただくのが、この自己雇用の極端化した例です。
お家で、園で、学校で、施設で、職場で、この方が理不尽なボス、頂点になってしまいます。この人の命令に周りの人が逆らうと、大暴れ。大変な攻撃性を示されますので、周りの人は、親御さんは、先生は、同僚は、この人の命令、理不尽な支配に従わざるを得なく追い込まれている。こんな特徴も示すのが自己評価の特徴なんですね。さあ、時間が来てしまいました。愛着障害とは、今のお話でお分かりいただいたように、決して親が子供に愛情を注いでいない障害ではない。お子さんが愛情というポジティブな感情をどこかで感じ損なっている問題だ。わかりやすく、子供が欲しい時に欲しい愛情をもらえていないと思っても愛着障害になりますが、子供が欲しくない時に欲しくない愛情を、失礼ですが、押し付けられている。今ちゃうねん。こんな欲しいないねん。思うようなことをいくら一生懸命してもらっても、やっぱりいい気持ちにはなりませんよね。これが愛着障害なんだ。こんな理解をしていただけたら、愛着障害に対する偏見がなくなり、その裏返しとして、いつもこの人の気持ちをしっかり察知しながら、その気持ちに寄り添える支援が、どの人に対しても必要だな。以前私たちが暮らしやすいと思ってきた地域っていうのは、まさにこの、いい形での心のやり取りができた。今、地域の人たちがいろんな形で移り変わったりすると、なかなかそのチャンスがないように見えるかもしれませんが、今一度私たちがこの愛着という視点で、この人の愛着対象になろう。気持ちが分かり合える存在になろう。こんなふうに思ってくださることが、いい地域を作り、子供たちを育む素敵な街づくり、区づくりになるんではないか。こんなふうに思っております。以上、拙いお話になりましたけれども、今日は愛着の大切さ、愛着障害とはどんな障害かお話しさせていただきました。ぜひ参考にしていただけたらありがたいです。以上で私の拙いお話、終わりとさせていただきます。今日はご清聴ありがとうございました。